皆さんこんにちは、しのと申します。先週、人狼配信者学力テストっていう企画をやったんですが、今回はその参加してくださった方々の回答とか見ていけたらなって思います。ですんでちょっとね、点数の順位上で面白くなかった人たちから見ていこうかなって思います。怒られるか、こんなに出たら怒られますか。そうですね、一応問題作成者のミキさんと一緒に見ていこうと思います。すいません、笑い声からカットインしてしまいました。ごめんなさい。問題作成者のミヒです。よろしくお願いします。はい、というわけで、じゃあまずはポテトラさんからいきましょうか。まあ、ポテトラさんは国語95点、数学100点、社会40点、理科92点の英語80点です。ほんまか不正してないか。賢すぎやろ。まあ、確かに事前にね、勉強配信みたいなのをしてましたから、ね、と思いますけど、じゃあまあ見ていきましょう。まず国語95点はもうどこ間違えた、レノローラ、まあ問い位置に関してはもう完璧ですね。まあここはね、なんか途中ミヒさんからね、ここはローマ字入力でとかいうねやつがあったんで、これそれ言わんかったらここでね20点ぐらい落としてるやつがいたんですけどね、言っちゃったんでね、僕その時切れてましたわ。でも一応、あ、ごめんなさい、うん、でも一応カタカナで入力した人にもおまけで丸はしてますよ、今回。そうやって問題文見てない人っているじゃないですか。僕それで中学校の頃問題罰されましたね。あ、そんなのありますね。で、問いにも、まあ、完璧ですね、さすが95点。歯が立たない、頭冷やす、目に合わる、耳を揃える、完璧ですね。問い3、あ、ここも完璧ですね。マイルいらっしゃった、ご覧なる、申し上げる、まあ申し上げるでもこれいいっすよね。申し上げるでも一応謙譲語なんで OK です。はい、で次が問4、こちら、優勢劣勢、感情理性、具体抽象、裕福貧困、初日に霊能者を釣った、まあまあ完璧ですね、ここ問5も。はい、完璧ですね。いや、どこ間違えたんや。問6、かかり結び、これもね、うーなんでね、回ってますね。ですね。問7、あ、ここか、ここを間違えたんですね。清少納言の枕草子合ってたんで、このも括弧2の方ですね、月は104の価格にして、いかう年ですか、行き交う年もまた旅人なり、行き交うか、行き交う年はまた旅人だね、はい、あ、ここ間違えたんですね。まあまあまあ、松尾芭蕉なんて分かんないですもんね、皆さん。もうでもさっきは中学校、その今回その古文古典作品出すにあたって結構その何を出そうかなと思って調べて、なんか奥の細道とかそういうなんか古典作品はなんか冒頭を暗記させるみたいな、暗記するみたいな話を聞いたんで、ちょっと今回その奥の細道を出させてもらいました。なるほど。僕中学校の頃覚えたのはあれですね、この枕草子の方ですね。あ、でも結構いろいろありませんでした？例えば、あの平家物語とか。ああ、あった気がするな、うん、覚えてないっすね。つれづれ草とかも覚えませんでした？つれづれになるままに日暮らし、硯に向かひてでしたっけ。なんでわざわざ向かひてって言うん。一応ね、わからないとない。なるほど。じゃ次、数学。数学はなんと100点ですね。見るとかはほぼないかなと思いますけど。問1、じゃあ、あっ合ってますね、合ってますね。うん、そうですね、合ってますね。よいしょ、合ってな。マイナス3。パラパラパラって言ってる。一瞬、ちょ、俺見てるやつ間違えてるかなと思って。よいしょ。まあ次、65度の20度。補助線そっちに引くんや。え、問2の方。え、一緒じゃないですか。え、あ、私、あ、じゃあ、その2番目の方、円の方。ここ私的には、はい、その、BO の方に延長線上のなんか線持ってきて、三角形作るかなと思って。あー、でもね、これ、AO に引っ張ったら二等辺三角形ができるのか、これは。あー、そうですね。だったら、まあまあまあ。AO イコール OC になるから、ね、二等辺三角形を証明やったらそれでできそうですけど、だから結構数学って解き方とかいろいろあるから、まあね、自由なんでね、うん、
そうそうそう、あの私の渾身のあのホットドッグハンバーガー問題に関しても、解き方は連立方程式、連立やったっけ、連立方程式、はい、うん、連立方程式やから、一応加減法と代入法っていう2つのパターンでも解くことができるしね。なるほど分かってる、いや、分かってます。次、トイさん、あ、ここはね、100点なんで言うことないですね。はい、トイ4、ここはないですね、言うことは。これさ、その問題を、はい、まあ、作るときにないんやけど、はい、まあ、ここは別にここのタイミングじゃなくてもいいけど、しんもさんが昔配信でさ、裏目めっちゃ連続で引き取った日があって、ありましたね。そう、だから最初は、ね、うん、最初ね、5回連続ぐらいにしとったんですけど、はい、うん、ちょっとでも5回連続さすがに9の5乗はバグってるかなと思ったんで、はい、ちょっと今回あの2連続にさせてもらいました。あー、なんかピッピ言ってますけど大丈夫ですか？大丈夫です。ご飯が炊けたみたいな。違う。冷蔵庫が開いてるかどうか気になりましたけど。洗濯機が回った。やめなさいよ生活音。長いな。だからね、冷蔵庫とか開いとったらあれですから。ありがとうございます。で、問い語、ここもね、合ってますね。はい、面白くない答えですね。合ってんな、すごい賢いな。さあ、というわけで。ポテラさんね、事前の一夜漬け配信で社会めっちゃ勉強されてたんですけど、そこがなかなか今回フルワーズ40点ということで、なんかまあ難しくしすぎたんかな。まあまあ見ていきましょうか。はい、さあ問1、まあここがね結構わからない人いますもんね。バルセロナってブラジルじゃなかったでしたっけ。いや、スペインで会ってるんやけど、スペインの人はマドリードやから。俺が覚えた、俺が覚えたわ。ちっち喋るな、バレる。じゃあ、ポーランドのワルシャワは俺覚えててんな、忘れてた、これ。じゃあ、俺の回答は今どうでもいいね。それは俺の時に。今答え合わせするんじゃないよ。まあね、ここは監督なんでね、どっちかっていうと。ああ、そうね、そうね、そうだから、ね、ノルウェーだけ分かってたりとか、国名だけ分かってても、首都名が分からんかったりするとね。そうですね、点数になかなかつながらないってとこありますね。まあ、そうね、だからちょっとそこで点数取りにくかったな。はい、次問い学校ですね。はい、農産物の都道府県出荷額、まあ、これね、ここの生まれの人たちはね、ここ出身の方々は結構いいボーナス問題ですけどね、え、出身じゃない方分かんないですよね、こんな。でもさ、いちごなんかとちおとめとか有名じゃない。いや、僕奈良県民からするとアスカルビーってブランドがあるんで、奈良県には。でもとちおとめは有名やん。まあ、アマモが有名やからさ、福岡県もちょっと考えに上がるかもってなりますけど、今回福岡県は選択肢にないし、いけるんじゃないかなって。僕アスカルビーをしたいんですけどね。いや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 、ね、僕の視点中でもさくらんぼの山形とリンゴの青森ぐらいは有名かなと思うんですけど、いちごなんてね、そこら辺でも取れますし、キャベツもそこら辺でも取れますもんね。そキャベツはやっぱね、北海道とかのイメージの方が強いですもんね。そうかな、マジで。一応だからキャベツのイメージ私的にあるのは群馬県とか愛知県にあるんやけど、うんうんうん、なんかほら味噌カツとかソースカツとか、カツの付け合わせにキャベツがあるイメージ。確かにね。そうそう、だから群馬県とかもそうやってキャベツ、まあ嬬恋村やったかな、なんかちょっと標高の高いところとかで育ててるんちゃうんか、うんうんうん、やったっけな。はあ、なるほど。次問3ですね。日本国憲法3つの原則、国民主権、基本的人権の尊重、非核三原則。あ、なんか惜しい惜しい。非核三原則はそれ別やね。え、白馬さん大丈夫ですよね、わかりますよね。非核三原則は持たない、持ち込まない、もらわないみたいな、そんなんでしょ。持たず作らず持ち込ませずかな。あ、そう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 、うん、でも今違いますから。まあね、平和主義につながることであるんですけど。ああ、そういうことね、平和主義。そう、これはね、ポテトラさんは平和主義の、あ、そこから派生したものになっちゃうんで、ね、ちょっと大元をかけてなかったってことで、ね、ここはちょっと残念でしたね。じゃあ次問4、次の AC からで経済主体ですね。これは、まあ、政府、企業、家計ですけど、行政、経営者、労働者、まあ、確かに経済やけど、
そうやん、なんか経済主体っていう言葉でも政府企業家計っていうのがその経済主体の名前としてあるから、それ以外の表記は今回バツにしてます。まあ確かにね、 A を政府にしちゃうと家計から税金が払われて、あーでもあってんのか、そうそうそう、だからあの物としては合ってると思う。だから会社を経営してる人って経営者やし、あの家の人が労働力としてあの企業に働きに行くっていうところで、一応対応はしてるけれども経済手段となるとその言葉で入れて、だからこれが多分ちょっと難しすぎたんかな。多分ここの生徒です、結構悪かったと思いますね。うん、うんうんうん。じゃあまあ次問いこう。次の出来事が起こった順番が古い順には並べ、あ、順番並べ替え問題ですね。はい。まあここは遠い過去一が原稿に乗らん関ヶ原の戦い桜田門外の辺で、まあここ完璧ですね。うん、で問いにも日清日露。いや。うん？日清日露。日英の方が先じゃない？日露。そうそうですね、そうですね。だからここが間違えてますね。まあね、日清と日英日露とかここはちょっとぐちゃぐちゃしますもんね。日中が最後というのは分かりますけど、うん、ちょっとそこだけちょっと時代が離れてて、作った時の意図として全部日から始まるやつにしようと思って作ったんと、はい、でもなんか日英同盟ってなんかロシアがどっちも敵っぽいからお互い手組もうやって言って手組んで日露戦争になったみたいな話やったかなと思ったからそれにしましたね。はいはいはい、あ、なるほど、はい、でカッコさん、ここはねさすがちょうど確か僕がちらっと見たとこの配信ではちょっと勉強されてたとこなんで、まあ、完璧かなと思いますね。十字軍遠征、宗教改革、明王革命、南北戦争、ここ完璧ですね。はい、完璧ですね。次問い5、さあ世界遺産ですね、はい、さあ法隆寺、姫路城、厳島神社が正解ですが、東大寺、姫路城、出雲大社、まあ、あ、出雲神社、あーそっかそっかそっか、出雲大社は世界遺産じゃないやろそもそも。違いましたっけ、あ、これ世界遺産でしたっけ、超変わったと思うけど、出雲大社は。あのね、あれ島根県ですよね。鳥取か。島根か。島根やね。出雲。あ、島根。ですよね。島根。まあでも分かりますけどね。多分、ポツラさんの配信見ても、この、厳島神社が出てこへんかったーって言ってたんで、配信中に。あ、また、あの見てない方は、あの概要欄の、ね、あの配信リンクからちょっと見ていただければと思います。一応このやつ、はい、あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ。奈良県は白本さんをイメージして奈良県入れましたよ、はい、あ、そうで広島県は小坂井さんイメージして入れました。ああ、なるほど、はあはあ、まあね、ちょっとプテドラさんの配信はちょっと途中トラブルがあって途中からの配信になっちゃってるんですけどあれ配信できなかったって言ってたんですけどね。まあ惜しかったですね、ここは。じゃあ次、問い6、まあ、ここはロック、ルソー、モンテスキューがあれですが、モンテスキューは合ってますけど、ロックとルソーって逆か。逆やけど、いやでもこの名前出てくるのは結構ポイント高いよ。ああね、なかなかですもんね。なかなか、うん、出てこないと思う。僕ここはアリストテレスから書いてましたからね。アリストテレスは古代の哲学者なんよ。だから合ってるかな、思うけど。でもね、すごいモンテスキューとか、ね、聞いたことないですからね。これ出てきたらすごいなと思いますね。え、モンテスキューとか高校の教科書とかでも出てきたで。ちょっとわかんないっす。なんかこの横顔めっちゃ印象的やもん。はい、わかりました。はい。はい。そういうわけで、まあ、ちょっと社会が40点になっちゃったって感じですね。なるほどね。続きまして、理科ですね。理科は、問1、括弧1が、まあ、振り子の一番強いとこどこってやつで、これ C ですね。そう、運動エネルギーなんで、位置エネルギーと違うので、はい、一番下のとこがブラーンってなってるから、はい、運動エネルギーとしては C かな。まあ、そうですね。はい、問2も慣性で合ってますね。はい、慣性の法則で。はい。で、ここも、まあ、ちゃんと通常置換法まで書いてますし、問2の括弧1もね。はい。で、問2の括弧2も、まあ、黄色ということで。これは確かあれでしたっけ、酸性になるんでしたっけ。そう、酸性、石灰石と塩酸かけることで酸性になるから BTB 溶液が黄色になるってやつですね。そう僕は石灰石ってだけなんかアルカリ性と勘違いしましたね。なるほど、はい。さあ、トイスさん、え、ごめんなさい、騎士なんか書いてあるから、てっ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 てれれれれ、あ、突
然の大喜利出てきたな。騎士団ポイント高いな。びっくりした。というわけでね、太平洋上のなんという騎団の勢力が強くなるからが騎士団らしいです。すごいな、中に文字入れていくタイプねんな。ね。団の中に入っちゃいましたね、もう。そうそうそうね。騎団の中に入ってもた。騎団の中に志が入って騎士団になっちゃった。なるほどね。何騎団というか騎士団です。いや、センス高いな。これセンス高いな。さっき思わないとか言って、そうせっしゃ。面白かったです。で、遠い過去にも、台風ですね。これ結構精度で高かったかなと思います。そうですね。次、問い4。まあ、ここも食物連鎖の相関図を表してますが、まあ、ちゃんとワシとバッタ入れてくれてる向こうに。結構ね、これなんか解いてる時見たんですけど、うん、A にワシ、C にバッタってこう置いてたんですよね。じゃあ残る B がヘビかみたいな感じでこうポンってこっち入れてましたね。でここも、括弧2が何だっけ、あ、そうか、光エネルギー使って光合成うんぬんかんぬんのところが、材料が水と二酸化炭素、まあそうですね。で生成物が酸素、まあ、でんぷんですね。とでんぷんとか、そうで、一応こちら聞きに来てくれて、一応まあ有機物とかになった時にそのいろんな別のものを入れたら嫌やからっていうことで、細かくととか書きましたということだったので、とじゃあ丸にします。なんかね、セミラージュとかクリトマートみたいな、なんかそんなことを言ってましたね、配信上では。そんなんがいろいろあるから、はい、糖にしとこうっつって、はい、なんか言ってましたね。僕賢すぎて、僕にとってはハーってなってましたけど、アーカイブ見返した時に、はい、じゃあ次問い5、こちらが、炎色反応を用いた時ですね。ナトリウムの場合は、はい、黄色らしいっす、はい、なのでここ合ってますね、僕は分かります。これもう語呂合わせがあったねん。あ、そうなんですか。え、あ、うん、なんかリアカーなき軽村みたいなやつ。知らん知らん知らん。え、リアカーなき軽村、動力カルトするもくれない馬力みたいなやつか。あぶね。はい、わかりました。ごめんや。はい。じゃあカッコ2が、花火鑑賞してると、花火の地点ですね。これなんとポテラさんの配信見返すと、なんか花火のこの打ち上がった距離まで計算した方がいいですかみたいな言ってて。僕にはちょっと賢すぎてちょっと世界が違いましたね、いやでも打ち上げ音やから、その、はい、多分パンって開いたところは上空になるからその距離が分からへんねんけど、打ち上げ地点の話だからドンっていう打ち上げの音やから、そのままでも直線距離でええねん。ああ、なるほど。そうスラさんなんかすごい考えてそんなことまで聞いてたんで、はい、この人人間かなって思いましたね。なんか次元が違いましたね。はい、はい。さあ問い6、ここですね。ここ完璧ですかね。あ、違うか、炭素と、あ、違う、合ってんのか。1番が水素で、はい、2個目が6番やから、待て、2個目20番やから5番か、なんでここカルシウムで合ってて、3つ目が6番やからここか、はい、2番やから炭素の C で合ってて、4が15リンやから15リンで P やってて、でカルシウム C 余ってね、ここ完璧っすね、はい、ちょっと文字化けしちゃったから申し訳ないな。まあまあまあ、なんで文字化けしちゃうんだろう。結構ね、まあなんか人によっては入ってないフォントとかあるみたいですね、うん、難しいね。じゃあ次英語かいきまーす。はい。でここもね、発音めっちゃ綺麗でした、ポテトラさんの配信。はい、なんかRoots、Roots、Brutes みたいな、めっちゃ綺麗でした。聞いてて、はい、あ、すげえなーって。じゃあ、シラモさん。マウス、ベースって言ってたんで。じゃあ、シラモさん、聞いときますか、一応。いや、いいっす、いいっす。僕は、僕の、回答を見るときにやりましょう。あ、はい。はい。いや、どういう単語の意味か分かるかなと思って、単語の意味ちゃんと分かってるんかな。あ、なるほどね。まあまあ、それは僕の配信の回答のところで。僕の回答のところで。はい。はい、多分、ポッドラスさん、すべて分かってるかと思いますんで。はい。マフル、フラットっていうの、これフラットだから怪しそうやなと思って。で、トートですね。じゃあこれゾウ。あ、ゾウ、ゾウか、はい、はいはいはい、怪しいな、俺。で、2個目はパーハプス。いや、ちょっと他と同じやん、パーハプス、パーハプス、はぁ、と、ライブラリーですね。
あ、ライブラリーはね、はい、ここ当てて、で、チルドレンも当てて、これちゃんと書いてる、チャイルドちゃんと書いてくれてますね。違う、ナイフからナイブス、うん、で、ここは間違えたですね。7個目マニーやと思ってたけど、答えはミーやったと。これがそうそう、で加算名詞やからみたいなこと言ってる。そう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 、だからマネーとミュージックどっちも不加算名詞なのよ。はい、だから今回ミーンズが、だからミーンだけ S がつけられる形になるからミーンが正解。マニーとミュージックって S つかないですか？ S つかない。マニーズって言いますけどね。あんま言わんくない？ミュージックスは言うくないですか？言わんくない。あ、だから確かに Amazon ミュージック、そういうことじゃないけど。だって Spotify Music とかあれね、音楽がいっぱい入ってるけど S つかないじゃないですか。おおお。だからそういうことがあって自分の中で納得しました。あ、はいはい。さあ、というわけで問い2、ここめっちゃスラスラ解いて入りましたね。 If I were Apple、 I were、 あ、 I were か、ごめんごめん、間違えた、普通に間違えた今。 I could、 はい、合ってますね。 It has been なんでここ合ってますね。He was the most も合ってますし、He was it's mine、 ここ合ってますね。ここ完璧っすね、トイニー。はい、なんか大文字なんか気になりますけどね。なんか変換で打てなかったみたいな。あー、なるほどなるほど、ね、感じらしかったですね。なんか配信ちょっとチラッと見たら、はいはい、そんな感じでした、はいはい、チラッとじゃちゃんとガッツリ見ましたけど。で、ここ問い3ですね。ここ並び替え問題で、不要なやつが不要欄に入れるんですけど、はい、これは、問1、There are werewolves in、 あ、風か、違う、あ、どっちもいいよ、そっちでも、あ、うん、これはどっちが正解。答えは、There are werewolves in this village who attack villagers。 あ、でもね、そっちで、そっちでいいよ。 あ、 これ、あ、もうまたセンターピカピピピ言って、言ってるもん。じゃあこのポテラさんの、うん、There are werewolves who attack village in this village、うん、まあ、ビレジャーズ、うん、インディスビレージで割ってるってことですか。うん、あ、なるほど、割ってます、はい。結局そのインビレッジってなんかこの、村にいるっていうのが、うん、まあその文章の前に来るか後に来るか、だから結局ウェアウルブズに、人を襲う、村人を襲うっていうのがかかるっていうのが分かればいいので。まあ、なるほどなるほど、はい。次問い2ですね。いつからとてもよろしいですか。Do you mind me? Do you mindme my standing from my chair。 これもどうなんですか。あ、これ間違ってますね。あ、なるほど、 me がいらないってことですね、これは。いなくていい。なるほど、まあ分かんないですね、これは。で、次問いさん、ワインはブドウから作られている。 wine is made from grapes from、 オブが入っちゃったか、入っちゃったね、入っちゃったね。その一応これオブとかフロムとかはそのなんか原型が分かる分からないとかで使い分けがなされたりするやつなんで。そうそう、だからこのなんか家は木でできて、この犬小屋は木でできてるっていうのはもう明らか見て木でできてるっていうのが分かるからオブでいいんやけど、ワインとかはなんかその元々のブドウからぐっちゃぐちゃにされてワインになっちゃうから、ブドウが、はい、もうそれはフロムやる。あー、なるほど。た、確か怪しいな。でもそうやったはず。はい、作成者、作成者がちゃんと調べてやってます。はい、はい、らしいです。次問いよ、この問題は私にとって難しくて解くことできません。 This problem is too difficult for me。 あ、これ合ってますね、はい、すげえな。次問い4ですね。ここはなんか YouTube 収益化について長文がバーってあります。で、問いよ、収益化の条件が変わること時が発表されたのはいつか。マジで23年6月ですね。当てますね。問4カッコ2も当てますね。当てますね。はい。カッコさんも、カッコさんはね、これは間違い。だから私のね、これ出し方が悪かったかなっていうのは思うんですけど。僕もね、ポテトラさんと同じ回答してたはずなんですよ。多いこの回答の仕方されてる方すごく多くて、でも収益化の対象となるものって言ってて、それって今回そこ書いてもらってるのって条件なんですよね。はい、うん、でも収益化の条件やから、今回収益の対象、収益化の、まあ、対象というより条件になるものちゃうから、やっぱ対象って言ったら、うん、スーパーチャットと
メンバーシップかなっていうところで。ああ、なるほど。はい。ちょ、いい疑問したてしたいですね。で結構皆さんも、ああ、これってってなってはったかな。ああ、マジですか。うん。じゃあ、まあまあまあ。というわけで、作成者 のお気に入りに心が、ね、動かなかったってことで。はい、そうです。させんほど。あとで、金渡して僕だけ点数上げておきます。いやもう無理よ、もうあんだけ配信上でなんか白本さん何位だったはははって言うてんのに、僕上がりましたって言ってきます。上がりますね。はい、じゃあ次各4、あここも3つから選ぶやつでハウエバー貼ってますね。はい、はい、問い5も貼ってますね。そうですね、はい、はい、まあというわけで以上がポテトラさんの回答でした。これが結果として、まあ、国語95点、数学100点、社会40点、理科92点、英語80点の合計407点と。素晴らしい、素晴らしいですね。さすが1位ですね。素晴らしい。いや、ほんまに、ちょっと、おー、すごい。はい、じゃあ、次の方行きましょうか。はーい。